チフレ化粧品は日本の化粧品メーカーである。本社は埼玉県川越市吉野台2-8-59。チフレとはチフレに由来する。2018年持ち株会社化に伴い、株式会社チフレ化粧品からチフレホールディングス株式会社へ称号を変更し、グループ再編した。グループ会社は株式会社チフレ化粧品、株式会社光未来。 ジャパンオーガニック株式会社株式会社アゼリア。その後、新設した株式会社エルフェンスポーツクラブもグループ会社に加わっている。創業当初は訪問販売を主にしていたが、その後、低価格帯の商品研究に着手。1962年に100円化粧品の販売を開始。1967年に雑誌暮らしの手帳に 他社大手メーカーの高額商品との比較検証記事が掲載され、その品質に大差なしとの評価を見た婦人会役員が問い合わせ、組織としての販売圧戦を提案。翌1968年にチフレ化粧品が誕生した。この際に品質への疑念を払拭するために商品に使用される全成分の構成内容や比率を表示するとともに、 広告宣伝を極力抑えるなどの方法で低価格販売を行う方針が取られた。以来、婦人会組織や一部のドラッグストア、百貨店、総合スーパーチェーンなどを中心に販売され、固定顧客を得ていたが、発売後30年間の社会事情の変化などを理由に広告宣伝については2003年頃から方針を転換。 テレビでのコマーシャルを制作し放映されるようになった。チフレ。百貨店、スーパー、ドラッグストア、コンビニ、直営店、公式オンラインショップなど、あやか。百貨店、スーパー、ドラッグストア、直営店、公式オンラインショップなど、光未来、百貨店ビューティーアップツール。百貨店など百貨店では、大手他社の集まる1階ではなく、催事上のある高い木挿橋で販売されていることが、 多い。ABC チフレホールディングス株式会社第66期決算、広告 ABCD 会社情報。株式会社チフレ化粧品。2021年1月17日閲覧。チフレ化粧品が広告宣伝をするにあたり、全チフレホームページ。チフレ化粧品は、チフレホールディングス株式会社へ、称号変更及び、 持ち株会社体制への移行について2018年6月20日、高知よさこいチーム、トラックよさこいへの協賛のお知らせ、チフレホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。